やあ、刹那圭介だよ。今回も怖くない、やっていきたいと思います。ツー。かつお節。とうとう手に入れました。というわけで行きましょう。確かあれだね。暖炉から、4階の暖炉から5階に上がれるぜって。やった。というわけで暖炉やけど、どこだったかな、暖炉。暖炉を探す暖炉だ、ここだ。これじゃない、暖炉って。え、暖炉ってここのことじゃないんだよ。え、じゃあどこの暖炉。暖炉どこにある。いや、本当どこにある暖炉。今のじゃない暖炉って。そもそもこれ何階だったっけ。でもさっきの4階じゃなかったっけな。自分がどこにおるのかも分からんようになってきてしまった。あかんぞ。暖炉だろ、暖炉。でもほんとさっきの暖炉じゃなかったな。さっきの暖炉じゃない。別の暖炉。でもこれどこに暖炉あったっけな。ですね。こっちか、こっちか、こっちなんかあった。さらに上やんで。この辺になんか暖炉あった。あ、そうだそうだ。最初に怖くないに出たところが暖炉だった。暖炉あったまいかせよ。そっからか。多分そうなんやけど。こっちこっち。あった、こんなとこあったわ。しっかり合わせとったって感じです。ここだ。これここやね。おお、すげえ。こんなところに階段がなかったね、前は。よっしゃー、この先に怖くないがおるってことか。お、なんこれ、パーティーしてる。喋りかければできんのか。なにこれ、すげえ。一家に一台おじいちゃんもおるし。おお、すっごいいい顔ぶれ。あれこれとか、そら。ほらおるやん。前作のキャラクターもおるやん。ああお前、完全に仲間になったね。ごく普通のおじいちゃんもおるし。完全に、向こう側の人間にされとんでないか。嘘だろ、お前ら、嘘だろ、嘘だと言ってくれよ。嘘だと言ってくれよ。来てしまった。怖くない。倒すに来てやったぞ。ふふふふ。怖くないってどんな声だったっけ。どんな声当てとったっけな。この鰹節をで決着をつけてやる。そりゃこうなったら当たり前やん。鰹節投げつけるんですよ。ほらこれや。あっさり倒せてしまった。いくらなんでもあっさり倒せてしまったよ。おかしい。ラスボスじゃないんこれ。ふけ、あきけ、あきけ。なんでカツオボシでこんなんなるん。カツオボシ触れただけでこんなんなるん。どういうこと。カツオボシ怖っ。勝ったぞー。やったー。いくら怖くないでも弱点を突かれればこんなもんか。緊張してた僕がバカだったよ。みんな勝ったよ。よし、家に帰ろう。え、ちょっと待って、怖くない2匹目。嘘だろ、怖くない2匹目出てきた。変則的なスタイルだ。いつぞやのマリとマリエスタイルみたいな感じになったんかもしれん。あれからは逃げなあかんのじゃ、さすがに。問題はここ。多分ここをうまく使って、よし、そう。で、こっちから出るんじゃ。はぁ、どうして、怖くないわ、倒したはずなのに。奴は、一体じゃないんだ。たくさんいる。
幽霊なんだし、分身ぐらいできたっておかしくはないしね。何体いるかもわからないのに、むやみに鰹節を使ってたら、いずれ足りなくなってしまう。親玉のようなものを探さなくては。存在するかどうかもわからないけど、怖くないの親玉を探す。そしてそいつに鰹節をすべてぶちかまけるんだ。普通の怖くないに鰹節を使うのはもったいない。足の速さに自信はないけど、逃げ続けるしかないぞ。そういうことか。やっぱたくさんおるんじゃ、あいつ。てか親玉っておるんや。あれ、これも怖くないじゃね。逃げろ逃げろ逃げろ。あ、いける？大丈夫？ OK。 コンペイトこんなところにある。もしかして単身か長身かどっちかわからんけど、コンペイトがついとったとか。コンペイトこんなところにも。コンペイト製の針やって。こっちかな。鍵かかっとる。まっすぐ行くパターンだったか。これいつ怖くないが出てくるかわからんもんな。アクションとかなるんだろうな、やっぱ。油断したらダメだ。油断したら、作り試合終了だよ。全然似てないけどね。あっ！言って矢先で。ですな。こっち行けんのだろ？ってことは、この辺で、左に曲がるしかない。あっ！早いでしょ。早いですよ。それは早いでしょ。そうなるとこっちか。あ、バイバイ。また、あー、早い早い、帰ってくる、早いで。よっしゃー。一匹目、振り切ったってでも言うべきかな。でもこの調子だったらまだ来るで。いつからかはわからんけど、まだ来るで。ここか。あれ違う。よし。よし。普通に調べればいいんか。鍵 B。鍵つったらあれやな。鍵かかっとったの、そういや。来るで。これで、よっしゃ、鍵手に入れたでまっすぐ行ったらあかんパターンやで、これ。よし、あっ、あっ、よし、ちょっと反応遅れたけど、なんとかなったぜ。あっ、ピョンって飛んだ。よっしゃ、あっ、あ、あれ今の何？あー怖っ。一発でクリアできた、今のは。セーブできんかった。セーブできんの？え、まだなんか続いとる。あ、出れた。あ、ようやくセーブできた。よかったよかった。怖っ。怖くない？怖っ。あんなアクロバティックな動きされたらそりゃ怖いよ。よっしゃ。だがここで油断したらあかんのじゃないかな。よしよし。あ、いけるんで。おっしゃー。もうこれ一回一回セーブせんかったら精神が持たんのこれ。おっしゃー。よっしゃ、鍵開けよう。おし、問題なし。一回にしたいおじいちゃんがなんかこんなところにおるんやけど。何してんの？片方回って片方止まっとるけど。あれ？調べれんの？何これ？ボタン押したらこう回るんやけど。あーおおろろろろろろおろろろろおろろろぷぷぷぷぷぷチキーン。東です。何がや。何がや。これ何？あ、何これ？え、何これ？なんか一つだけこんなんなっとうけど。で、なんか高級なおじいちゃんなんか連れ去られたもと思ったらこんなところに。怖くないが誘拐犯だったんか。真似できるかな。は？はい？はい？真似できるかな？え、どういうこと？え？はあ、え？どういうこと？こういうこと？え？何？どういうこと？うん、真似できるかな？真似できるかな？何の真似をするって言うんだい。え、何？こいつを動かす感じがするよな。でもって、真似も何も、お前何を、どういう体勢だった今。え？
はい？ああ、閉ざされとる。どういうこと？一列に並べて言いたいの？なわけないよね。どういうこと？真似？なにこれ？回転してばなしで。どういうことなんだろう、俺。多分、俺がここに立って何かをするんだろうな、ぐらいの感じしかないよな。その時にこいつの位置も関係しとんかな。わからん。どういうことだろう、これ。いやー、全然わからんのでね、もう攻略サイト見てきてしまいました。なんかすいません。でも難しいんですもん、これ。同じような動きできるように。ほら、動いてきた。こんな感じですしですね。おお、すげえ。で、道ができたって感じか。なるほどやけど、こんなん初見でわからんと思うよ、これ。さすがに初見ではできんと思うよ、こんなん。わっ、来た。あっす、あっす。早い。あっす、あっす、はい、あっす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 。たくさん出てきたで。3匹出てきた。ジェットストリームアタックや。くそ、白いのに黒い3連星。白いくせに黒い3連星。ピョンで飛ぶんだろ。ピョンで飛んで、こう移動して、うっす、うっすって感じか。で、ここで来て、よし、あっ、どうすればいいんだ。タイミングよく、またもう一回、あの隙間に入れってことか。ここは問題ない。で、ピョンってもう一回来て、こう、ここに回っておいて、ここでこう来て、よいしょ、あっ！どういうことだ？一旦待っておいて、2匹目が向こう行く剣的な感じになったかな。何度もやらんかったらクリアできんパターンのやつやな、これは。よいしょ、よいしょ。そして、ここに、あっつってなって、こうなって、ここで待っとったらあかんよな。3匹目が出る前にもうまっすぐ進んどいた方がいいんかな。それで行こう。よいしょ、よいしょ。でもって、ここでこう出ます。ここに回っておきます。で、ここで出てる。あ、来た、やっぱり。あとはそのまままっすぐ行く。ジャンプ来た。あっ、ジャンプにある程度反応はできるんやけどな、結果につながらない。よいしょ、よいしょ。で、こうなって、こう来て、ここに折って、次の瞬間にここ入って、まっすぐまっすぐ。まっすぐ行って、ここでやらへんで、ぴょんで来るんだろ。早い。ぴょん、早い。なんだ？ぴょん、ぴょん。で、ここに。入って、ここで過ぎて、こう入る。もしかしてここ調べたら何かあるんかなんていう感じで考えたから、何もない。あっ、どうすればいい。やばいぞ、これ。難しいぞこれ。ぴょんぴょん。よし、ここは問題ないよ。で、ここで出てくるんだろ。ここで出る。でもってこうまっすぐ行って、これピョン吉。あー、どうすればいい本当に。もう何度も攻略サイト見てもすいません。じゃあ難しかったんでね。頑張っていきましょう。これやって、ここだ。でもってこう過ぎて、で、ここでピョン、この辺でピョンってくるんでしょ。ほんで、ここで待っとったらこうなってくれるらしいです。
時計なんか目印だったみたい。でこう下に降りる、逃げる、でここで待っとったらなんか入ってくれる。でここに入ればクリア。おっしゃー。なんか攻略サイトに頼ってばっかりですいません。でもほんなにそれだけ難しいゲームだということを分かってください。コンペイト、もしかしたらこれが最後のコンペイトになるかもしれない。この先に何かいるのかもしれない。行くと見せかけて今回はこの辺で終わろう終わろう。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。シーワゲップ。